こんにちは、肉です。今回はクインダム最終回についての感想をお話ししようと思います。思ったより、ちょっとクインダムの最終回早かったなっていう感じだったんですけど、ついにね、終わっちゃいましたね。本当にバトルは4個ということで、まあ中でね、2個あったのもあったけど、まあいろんなバトルがあって、ちょっといろいろね、辛い思いとかも結構したんですけど、ちょっと感想をお話ししていこうと思います。ということで、 まずですね、結構やっぱり最後の点数が高くて、そのカムバックのシングルのもう私たちが聞いたね、数のランキングだったりとか、本当追加点がめちゃめちゃあったので、最後まで諦めなかったら1位になれるチャンスっていうのは結構あったかなっていうシステムにはなってたと思うんですけど、なんかそれぞれのちょっと私の好みにはなっちゃうんですけど、ちょっと感想を言っていくと、ヒョリンさんに関しては、まあ、自分で手直しとかすごいし、やっぱね、ヒョリンさんはここまで一人、 で、戦い続けてきたっていうのはすごかった。まあもちろん一人じゃないダンサーのね、人とかとのやつも結構あったんですけど、それでも歌って、踊って見られるのは一人なわけじゃないですか。なので、ヒョリンさんほどみんなで作り上げてるっていうか、そのダンサーさんとかとも息を通い合わせてるステージはなかったかもしれないけど、でもヒョリンさんほどその孤独というか、一人で辛い思いをした人もいなかったんじゃないかなって思うぐらい、やっぱりその強く、笑顔でよくいるのがヒョリンさんだと思うんですけど、 もその中ではね、すごく大変な思いされてたと思うし、今回この若文っていう曲あったと思うんですけど、もう素晴らしかったなっていうのは思ったし、これね、やっぱ順番も本当に大事だなって個人的には思って、それにもう一個やっぱヒョリンさんが難しいなって思ったところっていうのは、私の中ではやっぱ最初から飛ばしてたじゃん。最初がすごいというか、そのヒョリンさんのことを知らない人とかが、その初めてヒョリンさんを見た時に、あ、すごいなって思ったと思うんですよね。すごい歌も上手いし、ダンスもすごいし、 いや、この人何って思ったと思うんですよ。だけど、最初が超高い人って、その、ずっとね、やっていくと、やっぱ成長してる人とかがさ、やっぱすごいなってなっていくじゃないですか。こんなにできなかったのに、こんなにできるようになったねとかさ、そういうところで見たら、やっぱりヒョリンさんはもう初めから完成されてたし、別にこのクイーンダムに出なくてもクイーンじゃないって思ったような気もするぐらい、本当に素晴らしかったんですけど、最後までこうやって、本当に一つも手を抜かずやりきる姿、めちゃめちゃかっこよかったですし、もうヒョリンさんのファンに なった人も多かったんじゃないかなって。 思いますので、知ってたけど、そこまで曲のこととか見てなかったなって方にも、絶対このね、次から注目される機会になるのが良かったんじゃないかなと思いましたね。やっぱりそういうのもあるよね。クイーンダムって、そのクイーンダム以外にもやっぱ色々もらえると思うので、はい、今回良かったし、まう、あ、なちゃん抜かれるとこマジ可愛かったですね。はい、ということで次、ウジュですね。ウジュは、まダヨンちゃん良すぎたわ。なんか見るたびにね、なんかどんどんダヨンちゃんいいなって思うし、ダヨンちゃんって歌でも褒められてたと思うんですけど、なんかね、 あの、やっぱ性格もめちゃめちゃいいなって思いましたね。なんか中身もすごく好き。なんかあんまりマイナスな気分にならない。本当に元気にポジティブになれる子だなって思ったし、髪もね、バッて切ってすごい可愛かったですし、なんか面白かったのが、なんかエクシさんに電話するとこで、テレビだから言葉遣い気をつけてるみたいな言ってるとこめっちゃ面白かったんですけど、ステージに関しては私めっちゃ好きだわ。オールだっけ すっごい好きな曲だな。なんか個人的にこの新曲っていう面で曲だけ聴いた感じだと私は一番好きな曲だったし、なんかすごい宇宙少女っていう感じの曲だったなって個人的には思いましたね。まああんまりそのインパクトっていう面ではバンって強い曲ではなかったけれど、でもすごく好きだった。なんか最後まで本当に宇宙少女らしさっていうのが めっちゃ出てた曲だったなって、思うし、カラーも本当に完璧だったし、もうとにかくヨンジョンちゃんが最後までかましてくれた。のどんなね、本当にね、もうヨンジョンちゃんがいるとさ、もうステージのさ、生え方やばくないですかマジ、すごと思って、ほん、 本当にね、私、ヨンジョンちゃんの声、マジ K-POP 界で、マジでもうトップなんじゃないかなっていうぐらい、高音の出し方とか、本当に好きですね。めちゃめちゃ良かったです。そして、ケプラ3番目だったんですけど、まあ、ケプラマジで最初の方がね、本当に多かったグループだったから、なんかすごい難しかったし、やっぱり新人っていうところでめっちゃ難しかったと思うの。なんかその、 ステージにかける以上にいろいろ気を使わなきゃいけないこともあったと思うし、でもそういうとこあんま見せず頑張ってくれてたと思うし、なんかう、ね、すごい思ったのが歌聴くときあったじゃないですか、最初に。どんな曲みたいなときに、ヒカルちゃんがね、なんか聞いてたのが、あの、XG、ヒカルちゃんがいた事務所のやつかな、の曲聞いてて、え マジ XG 流れるのって思ったんですけどまあはいそれは置いといてチヒョンちゃんがねちょっといろいろあってなんか体調不良となんかその心配からの緊張みたいな感じでギリギリまで出れるか分かんなかったけどでもステージだけは出るみたいな感じの強い意志があったじゃないですかで当日ねそのステージ見てみたら終わった後のなんか動画載せてくれてる人がいてもう倒れてたんですよなんか終わった瞬間にもってなってて。 いやー、本当にここに命かけてるんだなっていうのが本当に伝わったし、チェヒョンちゃんはやっぱ高音だしさ、めっちゃ大事じゃん、パート的に。だしやっぱ最後のステージで、なんか誰かがかけるっていうのは本当に信じられないじゃないですか。なので、なんか気軽に休んでとも言いづらい状況だったと思うんですけど、チェヒョンちゃんは本当に、 本当にすごかったもうやりきってたし最後高音のところも結構大変そうだと思ったんですけどもう本当ににんかもう「お疲れ様の一言だよね。ほんとケプラは辛い思いしたと思うしケプリアも結構辛い思いしたと思うんですけどでも個人的にこの最後の「ザ・ガールズ」って曲めっちゃ めっちゃよかったと思う個人的には和田,田よりも好きかなっていう風に思いましたね。本当に私の中で。うん、だし、なんか全体的に聞いても、ケプラっぽい、その、なんて言うだろう。迫力みたいなものはちゃんとあるんですけど、でもちゃんと曲としても良かったなって、私的には思ったので、ま、ほんこれ個人の好みの問題なんだけど、ケプラの曲結構好みだったし、ヒカルちゃんとヨーンちゃんやばすぎ。まあ、全員やばいんだよ。それはもう置いとかしてください。だけど、本当にヒカルちゃんとヨーンちゃん引っ張ってたなっていうのは思いましたね。まず4 ちゃんはうーん本当に素晴らしかったよねなんかもうびっくりしちゃったわなんかヨウンちゃんなんか濡れ髪みたいな感じでさなんかもう目つきとかもすごくってさ私あの英雄思い出したもんね初めて見た時のなんかうーんみたいな感じだったのにいきなり踊ったらなんかもうこんなんになるさヨウンちゃんで私やっぱ。 バコの子って思ったと思うんですけど、でも、今回また、なんか、ヨーンちゃんって、なんかもう、おにーみたいな感じで、いつもなんかその、なんだろ、先輩と仲良くしてるイメージもあったりとか、なんか、陽気なイメージもあるんですけど、マジですごかった。本当にこのヨーンちゃん激推ししてよかったんじゃないかなって思うぐらい、ヨーンちゃん結構目立ってねいろいろやってたんですけど、あれでさ、ダンスも歌もすごいできるってやばいよね。ほんとなんか、ヨーンちゃん自身も絶対プレッシャーあると思うんですけど、でも、そんなのを感じさせないぐらい引っ張ってたし、ヒカルちゃんに 関しても,もうちゃんマジで、うん、なんか今回このクインダムを通してもすごく良かったなっていうメンバーかなっていうふうに思いましてやっぱこのひかるちゃんがいることによってその普段のふわふわなひかるちゃんも超可愛いのにもうステージのギャップ本当に、まあ、この二人ともギャップが超あるんですよねもうステージに立つと一番強いぐらいのさもう子じゃないですかもうすごかった本当にうんまあ、なんかもう 感動しまくってしまった。なんかこのステージ見てて。だし、なんかもうほんとそれぞれ良かったんですよね。今回ヒエちゃんもめっちゃ良い,いと思ったんですよ。なんかヒエちゃんも表情管理とか、本当によくって、そのさっき言ったヒカルちゃんとか、ヨウンちゃんに劣らないぐらい、本当に表情を頑張ろうとした努力がめっちゃ伝わってきたんですよね。なので、めっちゃ良い,いなっていう風に思ったし、ま、ま、シロちゃんもね、クイーンダム通してあげてわーって泣いてるところとか、なんか素直なとこ見れて良かったし、ユジンちゃんもやっぱリーダーなんだけど、でもやっぱみんなが、 なんかリーダーに対してすごい尊敬のね、その意思が見えるんよね。そこもすごく良かったし、本当にこのケプラ T グループだなって感じましたし、ダヨンちゃんもなんですけど、ダヨンちゃんもかなり引っ張ってたよね。うん、今回。本当に引っ張りまくってたなっていう感じだったし、なんかすごい大変な思いもたくさんしたと思うんですけど、 でもダヨンちゃんがいることによって、そのステージの存在感っていうのも、もうガラッと変わったと思うし、ダヨンちゃんに関してもすごい、なんか見せ方とか、やっぱりそのダヨンちゃんはデビューはしてないものの、やっぱり長くね、練習生とか、その前のね、プリュー出てたところとかからめちゃめちゃ頑張ってたんで、それがすごい生きてたステージだったし、まあシャオティンちゃんはね、 言うことないぐらい良かった。もう本当に今いるだけでね、めちゃめちゃ美しかったし、昨日も、いだれのメンバーと連絡先交換してたんかなあ、宇宙のメンバーかなという連絡先交換してて、まあモテモテなんですけど、本当に華やかに、ね、なるメンバーだったし、エソちゃんも最後ね、歌ってましたよね。めっちゃ。 可愛か,かったね。明るい茶髪みたいなのになって、なんかまた一つ垢抜けてたし、サビですごいセンターだったと思うんですけど、マンネがセンターでサビ踊るのめっちゃ良かったね。もうすごいグッと来させていただきました。ほんとメンバー一人一人、それぞれの良さがケプリアンにはもっともっと伝わったんじゃないかなっていう、このクイーンダム。 でしたね。うん。で、ビビジは、やっぱ最後だから野生的でワイルドな方がいいのかなみたいに言ってたんですけど、結局私的にすごい、ビビジらしいステージだなっていうか、その、今までの世界観っていうのももちろん持ちつつ、ビビジらしさがあったかな、ちょっとおとぎ話なミュージカルを見てるような、そんなステージだったかなって思うし、なんかすごいストーリーチックになってたところも、私もすごく好きだったなっていうふうに思って、やっぱりその新人と先輩の狭間のところにいて、すごくやりづらい位置にはいたと思うんですけど、本当にビビジ さんがいることによって毎回めちゃめちゃ場の空気が良くなったなっていう感じそのシンビさんもめっちゃ面白かったしおむじちゃんもその後輩に教えてっていうところとかあったからすごくそういうところがなんかもう尊敬というか下の子にも言えるところってすごく勇気のいることだから素晴らしいなって思ったしもう本当にうなちゃんもすごく可愛かったもうほんとこれね可愛かったの一言でまとめるけどでも 多分皆さんもね、そのクイーンダム見た人は分かったと思うな、このビビジの雰囲気の良さっていうのが。で、ルーナーなんですけど、ルーナーはちょっと雰囲気とセットがめっちゃ斬新だったなと思って、すごい良かったですし、特にルーナーのなんかこの曲とか、その雰囲気とかがめちゃめちゃオシャレで、なんかもうね、クイーン、 みたいだったね。なんかルーナに関しては。なんか今までのステージもすごい迫力あったし、やっぱ人数も多いからさ、見せ方とかもすごいできると思うんですけど、でもなんかバタフライとかさ、ああいう儚い曲やってからのこういう曲っていうギャップっていうのもすごく良かったし、なんか個人的に思うのはやっぱルーナはファンダムもめっちゃ熱いなって思いましたね。私は全部見れたわけではないけど、やっぱケプラのね、ファンダムの熱さっていうのもすごい感じたんですけど、�から見ててやっぱルーナの、うん、すごいなんか、 ファンダムの熱さっていうものもね感じたので、うん、すごく良かったなって、そういうの見れて良かったですし、ダンスブレイクも全員ですごいやるところがめちゃめちゃかっこよくって、すごく良かったなと思いました。で、 ブブゴル先輩、ブレイブガールズさんは、個人的に私は結構好きな曲だったかなって思ったんですよね。なんて言うんだろう、斬新な感じってよりは、なんか頭に残るような、なんかこれから夏を一緒に過ごそうみたいな、わかります本当にローリンを聴いた時のような感覚な曲だったかなっていう風に個人的に思ったし、なんかいい意味で私、このブブゴルさんっていうのは結構クイーンダムの使い方っていうのかなをすごくわかってるグループなんじゃないかなって個人的には。 うん、思ってて、なんかこれからに向けてるなっていう、もちろん今の実力とかで戦うわけではあるし、そういう戦いなんですけど、でもブブゴル先輩が、その、ローリンの後に、なんかどうしていきたいかっていうのがまた現れたステージだったんじゃないかなっていうふうに。 思いましたね。なので、私はすごい感動したところも見れたし、ムブゴル先輩の、なんか、ちゃんと細かいフォーカスっていうのも見れたから、そこも良かったし、プラスで、なんか、新しい、これからのブレイブガールズっていうのを見れた気がして、すごく良かったかなと思いました。うん。はい。で、結果なんですけど、まぁ、ウジュが1位ということで、中少女さんおめでとうございます。でもね、私的に最後、誰かウジュのこの2組のどっちかかなっていうふうに思ってたんですよ。うん。だけど、まあ一時共演出てないのに、あの、 ここまで点数が高いルーナの皆さん、本当にすごいなっていうふうに思いました、正直。めちゃめちゃすごい。だけど、やっぱね、宇宙も良かったよね。私的には宇宙すごい良かったなと思いまして、なんか、一個前のさ、あの、ボナちゃんが再会したところのあの、パントマイムのステージがめっちゃ良かったなと思って、なんか、いろいろね、前回コメントでもいただいたんですよね。ちょっとなんか一回見たらお腹いっぱいになっちゃう、みたいなコメントとかもあったんですけど、でも私は何か足らないよりはいいんじゃないかなって思いましたね。お腹いっぱい なるぐらいだってこのステージで満足させてくれるんですよ全てを。っていうぐらい満たされるステージって私はすごくいいんじゃないかなと。 思ったので本当に、うん、私は宇宙がすごい1位ですごい納得でしたし、逆にどのグループも本当に、この私はクイーンダムでさらに知ることができてよかったなって、本当に思いましたね。なので、まあ、10位ね、その全部出てたんですよ。なんですけど、まあ、このメンバーの中で、本当にケプラはめちゃめちゃ大健闘したと思いますし、逆に、そのヒョリンさんとかあんまりね、高い結果ではなかったですが、でも別にこれって歌が上手い順に並んでるわけでもないし、まあ、ファンが多い順でもないし、ステージが良かった。 順だかもしれないけどでもそれってあくまでも今回のステージなので、まあ、これからね誰がクイーンになっていくのかっていうのは本当にわかんないよね k p o p 界に関しては。なのでこれからそのケプラがどうこのもう半年ぐらい経ったわけなので。 あと、その残り少ない活動期間を使っていくかとか、この経験も相当積んだだろうしっていうところで、これからが楽しみだなと思いました。はい、そんな感じで結構ね、語っちゃったんですけど、クインダム私すごく好きでしたね。アイドルのグループに選ばれるためのバトルっていうのもすごく切実だし、良かったなって思うんですが、ただ、こうやって自分たちのグループ同士で仲間で一緒に頑張ろうって言って、1位を取りに行く番組っていうのも素敵だなとか思ったんで、 はい。またね、クイーンダム3、当分先になると思うんですけど、まあ、楽しみにしてます。はい。そんな感じで、皆さんもね、ちょ、いろいろ思うことあると思うんですよね。なので、ちょっと別に、ケプリアンでもケプリアンじゃなくてもね、どこのファンでも、ちょっと感想を聞いてみたいなと思いますので、コメントしてみてください。そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは